中国で10億人分の個人情報が流出した疑いが浮上しています香港メディアによりますとインターネット上に先月30日付で上海国家警察のデータベースが流出したとの匿名の投稿がありました投稿では中国人10億人の氏名や電話番号などについて 20万ドル、およそ2700万円で売ると呼びかけているということです。